はい、皆さんこんにちは。今日もね、元気にやっていこうと思います。しかしね、今日も暑かったですね。皆さんのところはどうでしたか？こちらはですね、暑い上にもう梅雨入りしたみたいで、雨は降らなかったんですけど、湿度がね高くて、もうやっぱり最悪な時期に入ってきましたね。そしてね、もうマスクをして仕事しないといけないでしょ。でもね、ほんと皆さん気をつけてくださいね。今日僕なんかもマスク3回変えましたからね。服を着替えるのもですけどね、マスクが汗でびちょびちょになって、もうやばいですよね。口の周りは汗だらけ、額からも汗が出て、マスクにたまり、最悪です。そしてね、ほんと熱中症になると思うので、皆さんほんとこの夏は気をつけてくださいね。今日改めて実感しました。それじゃあね、今日もハウトゥー観葉植物やっていこうと思います。今日から学校が、子どもたちは始まったんですよ。それで貸し出していたところがね、もう閉鎖されていたんで、久しぶりに行ったんですけど、まあ行って最悪最悪、ほとんどね水切れして枯れてたんですよね。今日はね、その枯れた植物をね何鉢か持って帰ってきたので紹介したいと思います。こちら、はい、香港カポックの斑入りですね。もう水枯れでシュワシュワです。こういう感じになってる人いるんじゃないかと思います。めちゃくちゃカポックは乾燥に強いんですよ。乾燥に強いですけど、もう水切れするとね、こういう風になってしまうんで、1日ね、どっぷり水につけると、ひょっとしたらこう再生して上にこう葉っぱも向くかもしれませんけど、ここまで水が切れてたらちょっと厳しいので、そしてね、こう皆さん自宅で床とかがベタベタになっている時ありません？こうやってね、見えるかな、油がねすごいんですよ。こういうカポックとかパキラとか、葉っぱが丸いタイプはですね、特にまあ観葉植物全般的に油を出すんですけど、こう、まあ、なぜだかは僕はちょっとわからないんですけど、乾燥して水がもうほんと切れたりした時が、もう油をね、もうベタベタですよ、ほんと出すんですよね。そして僕の経験で言うと、この油が出た時は必ず貝殻虫とかがつき始めますよね。こういう貝殻虫がね、こうやってつき始めてます。多分ね、弱ったところをこの虫たちも狙ってるんだと思うんですよね。なので水管理はしっかりやりましょう。これはね、まだまだいけます、この状態は。でもこんだけ油がもう出てるので、これを全部拭いてしまうということは不可能なので、これは油がね出てなかったら水にどっぷりつけて、復活させることもできるんですけど、もうこれ油が出て貝殻虫もついてるので、こういう状態になったら一度バッサリ落としましょう。はい、もう一つあります。こちらです、青ドラのグローカルですね。見てください、丸焦げでしょ。これね、日に当たって黒くなったんじゃないんですよ。あの乾燥したのもありますけど、倉庫にね入れてあったんですよ、真っ暗なところに。で、このグローカル青ドラ系はですね、暗闇に入るとこうやって真っ黒になるんですよ、焦げたみたいにね、性質上。だから、こういう青ドラ系はね、暗いところには置かないようにしましょう。寒さにはね、これはめちゃめちゃ強いんですよ。すごく育てやすい植物ですけど、暗いところに置くとこういう青ドラは、グローカルは黒焦げになります。そしてね、乾燥しすぎるとこれも病気が入ってるとか、こうやって触ると分かるんですけど、乾燥するとね、そして見えるかな、こう白い粉がつくんですけど、これハダニですね。ハダニがねつきやすいんですよ。もう本当水が切れて乾燥するといいこと一つもないからですね、こう肌にがたくさんついてます。これはね、あの家に置いておくと他の植物にもね飛び火するので、葉っぱはねだからこまめに拭いてあげることも大事だし、
やっぱりね、観葉植物はみずみずしくしとかないといけないので、水管理を本当この夏はしっかりやってください。これもね、でもまだ復活できます。はい、これね、今日は再生編っていうより、ちょっと傷んだ植物をどうやったら傷むのかを見てもらいました。はい、でもね、再生したいと思います。はい、じゃあこれからも行きますね。グローカルは切ります。はい、切ります、切ります。はい、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 おしまいです。はい、もういつも通りね、日向に置きましょう。お日様の下にね、多分9割方復活するはずです。でもね、再生速度はね、これは遅いので、まあ、早めに出してあげましょう。まあ、綺麗なね、葉っぱがまた出てくると思います。で、低くしたい人はね、低めにカットしても大丈夫です。はい、じゃあ次、シェフレラカポックですね。はい、このカポックもですね、もう本当虫もついて葉っぱもダメなんで、はい、思い切り切りましょう。切ります、切ります。何度もね、言ってる通り、思いっきりが大事だからですね、ザクザクいってください。もうね、かわいそうとかいう心は捨てましょう。このまんまの状態でね、放置してる方がかわいそうなんで、再生させてあげるよという気持ちを持ってね、切ってあげましょう。茎ももうベトベトですね。もう茎も落とします、全部。この辺がね、大丈夫だったらここを残してても大丈夫なんで、いいんですよ。でもね、もう触ってもうベトベトなら、ベトベトなところからもう思い切って落としてあげましょう。もうほんとベタベタです。はい、こんな感じです。そしてね、せっかく再生させるんで、一応消毒、これ消毒液ですね。消毒してあげましょう。一応虫がね、ついたまんま再生すると、虫はですね、新芽が好きなんで、新芽から食べていくんで、のでせっかく新芽が、綺麗な葉っぱがね、出始めても、すぐ新芽を食べ始めるからですね、消毒はね、こまめにやってください。じゃあね、2つともお日様の下であなた管理していきたいと思います。1ヶ月もすると随分戻ると思います。はい、じゃあ今日は傷んだ観葉植物のね、ちょっとした症状と病状と、再生やりました。またね、どんどん他もね、やってほしいことはね、言ってくださいね。もう今度は梅雨に入るので、梅雨の合間の時間ができたらね、早めにやっちゃってください。はい、じゃあ今日はここまで。バイバイ。